ノッコンテラさん、始まるぜ。レグミセックおい、柴田。おい、柴田。いや、斉藤。斉藤光。お前さ、何やってんだよ。お前さ、何やってんだよ。お前、年末にライジンの試合して、お前八百長下まではええわ。お前さ、思わぬところからライン流出させてんじゃねえよ。お前は何を思いがけないところからのライン流出させてんだよ。お前よ、それでよ、お前焦ってよ、急いでよ、動画出してんじゃねえよ。言い訳動画みたいに見えんだよ。お前さ、これからどうすんだよ。そんなんでよ、八百長やろう、LINE 流出やろう、そんなんでお前もう誰も見てくれねえぞ。 YouTube どうするんだよ。お前子供も嫁もいてんだろ、どうするんだよ。ん？またあの辛い出版社に戻るか。お前が取った手柄全部持っていかれたあの上司の元にお前戻るか。でもよ、すぐライン流出させられるお前の出版社に誰が信用して本を頼むんだよ。お前よ、流出させられるじゃねえかよ。そんな死にえてきたよ。お前さ、今までさ、いろんなやつ救ってきたよ。うん。成宮、鬼塚千尋、はたまた、マックス村井まで、お前いろんなやつ救ってきたよ。本当に救われたと思う。でもお前さ、救われたことねえんじゃねえの？次はお前が救われる番だ。俺がお前を救ってやるよ。斉藤、いや光、いや柴田、ああここで一つ提案だ。ラグビーしないか。ラグビーっていうのはな、ボール一つで全てが決まるんだよ。八百長も何もねえよ、ライン流出もねえよ。15対15、真剣勝負だ。お前がライン流出させられてもよ、14人が全員かばってくれんだ。それがラグビーなんだよ。向かいの屋上で俺のこと誰か見てるよ。すごい見てるよ。でもそんなの関係ないよ、斉藤。お前を救いたいんだよ、俺はよ。斉藤。斉藤。いや、斉藤。連絡待ってるぞ、柴田。めっちゃ見てるやん。
あと、もう一人いたやつがいるんだ。久保。久保優太。お前さ、なんだよ。負けた後によ、なんやかんや言ってよ、うちのよ、斉藤によ、泥かぶせるみたいなことしてんのかわかんねえけど、お前がやってることはよ、こういうことだよ、お前。見とけよ。客観的にやってやるよ。最初はグーやろ。最初はグーでいくで。最初はグー、最初はグーやな。うん、最初はグー、じゃんけんポンやでいくで。うん、行こう。最初はグーな。うん、最初はパー。こういうことや。どう思うねん。最初はグー言うて、グッて言うてくるやつ大体パー出してきよんねん。何を正直にグー出しとんねん。そらお前、そらお前、そらあかんわ。そらもう、それはもうあれやわ。あとな、あとな、あの、これどう思うねん。先っちょだけ、ちょっと、先っちょだけでええねん。いや、先っちょって何よ、もう先っちょとか、いや、絶対先っちょとかじゃない。いや、もう先っちょだけやて、頼むて、ちょ、先っちょだけやて。先っちょとかありません。先っちょで終わりません。先っちょで終わりますって何の話さしとんねん。何の話をさしとんねん。俺は柴田を救いたいねん。柴田を救わしてくれ。久保ちゃん。何を一人で久保ちゃん一人で言うてんのよ。ほんまに、そんな、あかん久保ちゃん。そんなんじゃ、これから頑張っていかなあかんねんから。あは？まぁちょっと、何の話してたかわからんけどさ、久保ちゃんもさ、斉藤も、ラグビーしようや。三人でラグビーしたらさ、全部、いざこざもなくなるよ。連絡、待ってんで。